どうもですいやいやいや予選スタイヤーマルクグランプリ予選が今先ほど終わりましたはい早速予選の結果ですねこれですえー、予選はね Q1 これはねちょっとあの まあ一番最初のね、えー、予選でまあまず今回ね天候がどうなるかっていうのがちょっとありましたけど、えー、天気はねなんかいい方向に、えー、明日はちょっとまあ微妙まだ微妙っちゃ微妙みたいですけど決勝はね、えー、でもレース中はまあなんとか持つドライコンディションでいけるような感じ になってるみたいですまあ、知らんけど、ね、うんでまあちょっとね今回この予選、えー、フリー走行とかねあのー、まあ今日のその現地でいう午前中にあったフリー走行とか <laughs> えー、予選に向けてというところでまあ一番ねやっぱり気になるのは角だ 選手、うん、<laughs> でも <laughs> やっぱりね前回ちょっとしくじってるんでね今回、うん、かなり全てこう順調に進めようというすっごい努力をしてるし、えー、まああのー、過去にね、えー、F2 の時去年ですけどね、うん、このコース走ってて、えー、確かこのコースで えー、2位か優勝かやったかな2位かなんかでポ、えー、ールポジションも取ったりとかもしてるんでまあそういう意味ではね、えー、本当に慣れてるというかあの印象イメージのいいコースだと思うんで、まあ、それも加味してやと思いますけどねかなりいい仕事をしたと思います。えーまあ、フリー走行の時からね、えー ちょっとフリー走行の話を先しようかな。えー、フリー走行のね、まあ、この2回目、1回目はね、えー、昨日もちょっとお話したように、えー、5位、まあ、フリー走行のタイムなんですけど、5位で、結構、あのー、天候が怪しいということで、みんなこう、攻めて攻めてね、こういって。 えー、とにかくもう作業をいろいろやらなあかんわけですね、フリー走行って、車のセッティングとかタイヤとの相性、それのも含めた車のセッティング。えー、で、まあ、そのね、初日、昨日終わった時点で角田選手のコメントとかを見ると、やっぱりあの、えー、っと、 ショートラン、要はこうアタックに行くようなね、そういうはところのセッティングは良かった。車的には良かったとで。ただ、レースペースのロングランとなると、ちょっとというのがありました。まあ、その、ま、まあ、この結果からね、えー、多分それはね、わかるような、1回目の時、えー、もう天候もあるんで、みんなもう本来なら、えー、そのフリー走行の1回目っていうのは、 まずはまあ車のねいろんな空気空力とか、えー、路面の状態に合わせてとかまあある程度調整というのが1回目は割と多いんですけど、えー、昨日はもうアタックっていうとこももう全部含めてやってね、えー、それでまあ角田選手でガスリー選手も2位だったとでその後ですね2回目 えー、これちょうど昨日、えー、録画してる時に、えー、2回目聞きながらなチラチラ見ながらやってた、まあ、その時にいいコメントを昨日もしましたけどあのガスリーがそのアルファタブリのね、えー、ガスリーが、えー、ホンダエンジン積んでますけどちょっとデータ上で。 異常が出たということでそれを調査する意味で出走もしませんでしたガスリーはね。えー、ということは本来ねフリース行ークをさっきも言ったみたいにこういろんなこう試験をせなあかんわけですよテストとか調整をするためのね上データを集めないといけない、えー、それをですねガスリーが走れないということは角田選手が一手に引き受けてやらんといかんわけですね。 ののその予定分をなのでそういう意味ではすごいそういうこう走りきって,てやっぱり情報を集めきらないといけないしかも自分がドライバーとしてのやっぱりそういうこうね、えー、エンジニアに対して伝えるべきものというものも必要になってくるという中でかなりそういう意味でプレッシャーがあったと思うんですけどそれも無事走りきってまあタイムはねそれはやっぱり。 ロングランペースが多いのであのフリー走行の1回目のようなねあのアタックに行くような、えー、そういうような、えー、こうショートランというか、うん、アタックランというのはあまりなかったので、まあ、15番手というタイムこれはもう全然気にする必要はないと僕は思っててでその時もやっぱりそれよりもやっぱりきちっとね、えー、仕事をやるやりきること えー、特に最近、角田選手はやっぱりチームにある意味ね、結果的にやっぱり迷惑かけてることが多いので、えー、ここはやっぱりひとん張りということをきちっと答えたあの、だからすごく今日はね、僕はある意味、昨日から今日にかけたもうすごくなんかこう、うん、期待感が高まりました、でそんな中で、えーまあ今日の午前中にあった3回目ね。 えー、それでの結果が実は5位だったんですよタイムがうーんこれはますますねちょっとこう期待がかかりますよねでやっぱりねフリー走行3回目とかあって結構これはもうここからっていうかもう2回目まあ今回の場合はね予選の1回目もそういうとこあったかも分かんないですけど予選じゃないあのフリー走行の1回目ねちょっとこう まあ、今年は本当にみんな車の出来も含めて、えーまあ、レッドブルとメルセデスはあれですけどちょっと抜けてますけどね、まあ、でもそれ以外のチームもあの結構均衡してるんでそこをこうどうやってこう勝つかっていうねまずは、まあ、今日の,この予選でどういうふうに上に行くかっていう前に要はスタート決勝のスタートを前にするか。 そういうことをみんなこうあの戦略としてこうねただ速く走ればいいっていうんではなくってちょっとこううん調子悪そうだなっていうふうに見せながら、えー、最後の予選でバーンとこうね、えー、前に出るとかねっていうような感じのそういうこともこう結構見え隠れする。 状態っていうのがもう今年の僕はもう今後マイレースそんな感じかなと思いますしで今回このねレッドブルーリンクはやっぱり距離短いのででアタックタイムもまああのね1分ちょっとなんですよね1分4秒5秒というね。えー、なので 距離が短いというところもあるんでちょっとしたミスであともう挽回するとこってやっぱり距離が短いとできないんですよねだからミスが許されない、まあ、そんな中でいろんな戦略でね爪を隠してみたいなそういうこともあるんでまあこのフリー走行の3回目とかもまだまだどうなるかわからないという状況だったんですが。 でもね、これ見てくださいよ。まあ確かにトップはハミルトンだったんですけどこの23456と、えー、あ 3, 番3位もメルセデス・ボッタスですねだから24566上位6台に4台ホンダ勢4台全部が入っ,てて入ったんですよ。 もうねなんかねほんまにそれ見て別にフリー走行なんだけどむちゃくちゃ嬉しかったいやーもう最高やなと思いましたねいやもうこれで予選がもう本当に楽しみで楽しみでしょうがないなという感じでもうこれはちょっと期待をするということで。 予選がこれです、えー、まず予選の1回目、Q1。これで、えー、角田選手はなんと4位に入りました。でまあ、これもね、予選もね、やっぱり3回あるんで、Q1、Q2、Q3 と。えー、Q1 は、まあ、一旦はやっぱりね、えー、15台というね、えーまあ、この。 中でいうと、えー、リカルドまで15位のねここまでが次の9つに入れるとで16から20位がまあ、えー、Q1 で脱落するとノックアウトという形になりますねでこれでただまあまあみんなやっぱりそこに入れるペースで、まあ、走るんですけど。 それでもね角田選手が4位ってもう嬉しかったないやーほんまにねよかったなんかねちょっと目が熱くなりましたね目頭がでまああのー、フェルスタッペンボッタスでなんとねこれね Q1 も Q2 も Q3 もこの上位のトップ4の中にね ランド・ノリスというマクラーレンのでもう、えー、チームメートの、えー、リカルドなんですけどは Q2 でノックアウトされてるんですよ13位やったんですその時に Q2 ではノリスは2位なんですよまあこれねタイム差は、まあ、言ってもやっぱりそんなねあの2秒も3秒も変わるわけじゃないんですけど <laughs> でもねこれはねランド・ドリリスリカルドが ダメなんだというんではなくてノーリスが早かったあのここ最近ノリス本当に速いしドライバーズポイントでも今あ4位かな、えー、という中でずっと今シーズンはねノリス本当に安定してそれなりに結果出してるまあそのおかげでというのもありますけどねまああのー、リカルドも頑張ってね、えー 今コンストラクターズでも、えー、っと4位かな3位やったかなあ3位はじゃない4位かああというところまあ好調ですねいやもうそれがねすごいえー、うわ早っっていう感じでしたでまあそんな中でね 9−14 角田君は 9−14 位 9−28 位 でです、ねえー、まあ Q1 の4位は同僚のねガスリーよりも速いまあでもガスリーって意外に計算してこう賢く走るタイプなんで、えー、Q2 からはガスリーねやっぱり3位で角田君が8位、えー、最終 Q3、えー、もうこれはもうグリッド決勝のスタートグリッド位置をねスタート位置を決める。 あれなんでもうみんな必死なんですけど、えー、ガスリーが6位で角田君が8位とでもねこれねほんまにこうやっぱりねこれをずっとこうチームとしては求めてたと思うんですよでやっぱりねところどころに見せるその角田選手の速さいやこれはね本当にもう本当に速い。 と思います。んで予選のね Q3 もね実はあの角田選手がソフトタイヤっていう一番柔らかいタイヤで走るんですけどみんな Q3 はだたいねあのタイムがやっぱりソフトの方柔らかいタイヤの方が速いので <laughs> それがね新品のタイヤというのがねワンセットしかなかったんですよね。 まあそれでだから最後まあ大体通常ね2回アタックするんですよ。うーなんですけど2回目の時に1回目はユーズドの、まあ、使った使ってたタイヤ今までね何回か使ったタイヤを履いてアタックして2回目に新品に変えてアタックしたんですけど。 えちょっとね、タイムを出しきれなかったという、ねえー、ところ、まあ、そこがちょっと少し残念かなというのはありますけどね。あと、それとね、ちょっとね、Q2 の時かな、うんえー、Q3 か、Q3 の時に、えー、ボッタス選手がですねタイムアタックをこうしてるときに、えー、前に、ね、角田選手がいて。 でちょっとそれで、こう、アタックのそのラップというかね、アタックのそのコースをちょっと妨害したような、まあ、でも別に妨害してないんですけどね、たまたまもうその、ちょうどコーナーにかかるところぐらいだったかな、その前の方にいて、ボッタスがそれが気になったんで、ちょっとこう、アタックがこう、うまくできなかったっていう。 えー、それがちょっと審議対象を妨害したんちゃうかというのでレース後に、えー、この予選が終わってからね、うん、審議するということでどんな結果が出るかがちょっとわかんないですけども、えー、ひょっとするとペナルティでグリッドをちょっと下げる可能性もあるんですが多分大丈夫だと思うんですけどねちょっとまあそこは気になるところですね。うん まああの最終ねやっぱりフェルスタッペンがもうこれね1位ということでえちょっと同僚のペレスがねちょっとタイムが上がらなかったまあ5位ということでえまあ多少は気になりますけどまあまあペレスはねどっちかというとレースでのやっぱ速さとかうまさあそういうところがこの人の持ち味なんで。 うんまあ <laughs> レッドブルーリンクなんでねそこでのオーストリアのレースなんでできたらフェルスタッペンとワンツーで、えーね、1位2位というところでね、えー、決勝明日の決勝ねゴールしてほしいなと思いますが、えー、レースペースは今のねホンダはやっぱり速いと思います。 でメルセデスもちょっと不調がここのとこねあまりちょっとこういい成績が残せてないので、えー、ちょっとどうかというのもありますしねあとボッタスが実は、えー、とフリー走行で昨日かなフリー走行でちょっと、えー、ピットに入ってピットからピットレーンというねコースに出るまでのとこ走るときに えー、ちょっとあのー、車のねリアがリアの、えー、タイヤがですね、えー、アクセルタイヤ交換して出る時とかに結構あのハミルトンが、えー、この前の前線の時にフランスグランプリの時にね、えー、ピットインでショートカットって言ってこう、ね、結局順位をフェルスタッペに抜かれたその原因の一つが。 あのコースタイヤ交換して出る時に後輪がスピンしすぎて、えー、それでタイムロスしたんじゃないかというようなこともあって、えー、まあ車ってギアあるじゃないですか。でローギアからスタートするというのをセカンドギアからスタートするような仕組みに変えてそのオペレーションか仕組みか分かんないですけどそれに変えてボッタスの車でそれを試験した時に。 えー、多分セカンドからなんでそれなりにちょっとスタートをねあの頑張ってこうパッと行かないといけないというので多分行ったと思うんですけどそれが逆にすごい回転を生んでしまってスピンをしてしまって車が振れちゃったんですね。で隣がマクラーレンのピットでそっちの方にガッとこう思,思わずこう下手するとそのピットでマクラーレンのね ピットズのスタッフに当たってもしかしたら事故をけがさせてるかもわからない状況ができたんでそれはちょっとあのピットレーンのね走行の、うん、まあミスということでペナルティーが、えー、もう決まってます。ボッタスは3グリッド決勝降格グリッド降格です。なので えー、今日、Q3 で結果2位だったんですけど、えー、3、4、5、5位5番手からかな、えー、スタートということで、えーまあ、残念ながら、あのー、アルファタウリのガスリーそれと角田君この辺りは、えー、同じグリッド順位ですけど、えー、ハミルトン、ノリス、ペレスは1個ずつグリッドが上がると。 ということになりますだから2位が2位のグリッドからスタートがハミルトンだからマフェルスタッペンとハミルトンのフロントローという形になりますね。うん、でセカンド2番のところのグリッドがセカンドグリッドがノリス・ペレスという形になる。 えというところでね、えー、ちょっとまああのー、面白いところ特にノリスがちょっと乗れてるんで,でレースペースもフランスグランプリも確かねマクラーレン結構良かったのでこれはちょっとノリスを見るのも面白いかなと。 えー、レッドブルーとね、えー、メルセデスというところにノリスがちょっとこう入り込んでどんな展開になるかというのが非常に楽しみです。あとはあのー、やっぱりね、えー、まあまあ多分メルセデスレッドブルー天候がどうなるかですよね。天候がひょっとして、まあ、山のこう山と山の間あるようなコースなんで。 変わりやすいんでね大丈夫だと思ってても降る時もあるしというのでこの路面温度がね今日でもドライがちょっと続いてるんで50度ぐらいなんですよねこれがでも雨が降ったりパラパラと降ったりとかね昨日も FP2 は雨がパラついてましたけどそれ以外はドライコンディションでずっと走れてるんで、えー、今今日の時点では予選の時 もう50度ぐらい路面温度があったとでそれがあした結晶の時に <laughs> 雨とかで気温がガッと下がったりするともうタイヤのコンディションとか変わると今度車そのもののねやっぱりこうバランスとか、えー、ドライバーにとってはもう大変な状態になるんでまあでもそれがあるとね逆にどうなるかが余計わからないそこに面白さがある。 といいううふうには思いますで、えー、まあまあね明日決勝どうなるかなという中で優勝の予想ですがもう私はですねえー、まあ今回は あーた多分ですが、フェルスタッペンですね、ちょっと微妙なんですよね、メルセデスとかが、確かに今日の予選ではこういう結果になりましたけど、うーんそう昨日のフリー走行とかね、今日のあのフリー走行、午前中の、それを見てるとね、早いなって思ったんですよ。 えー、なのでちょっとね、えー、まあでも速さ的にはフェルスタッペンに部があるとは思うんですけどねホンダの結果的に見てもホンダの車がやっぱりホンダエンジンがトップ10に4台とも入ってるんでそういう意味ではうん。あの フェルスタッペンの優勝が堅いかなという堅いという言い方おかしいね、うん、優勝かなというふうには思いますただ雨が降ったりとかあとタイヤですねであとねちょっと気になるのが、えー、ガスリーがねあれ MGK というそのまあエンジンではないんですけどエンジンの部品というか。 それを交換したので、えー、それ年間3期まで OK なんですけど、えー、まあその3期以内ということでペナルティーはないんですけどまあそれを交換したというところでその原因が何なのかがあのー、まあ多分桜の方でね日本へそれを送って、えー、本田の方で調べるみたいですけど、えー、ちょっとそこがね気がかりといえば気がかり。 うんうん、それがたまたまその1個体だけ MGK の1つだけにそういうのが出てるということであればいいんですけど、あのー、その作り仕組みそのもので問題が出てるとしたら後の車にも出る可能性もあるんでね、えー、要するにレッドブルーそれと、えー、アルファタブリね、うん、その4台の車に。 出る可能性があるんで、えー、ちょっとそこはまあまあ大丈夫だとは思いますけどね、うん、あのちょっと気になるでも今状態としてはやっぱりいいんで明日優勝はマックス・フェルスタッペンで明日のレースこそ僕は、えー、ペレスに2位に入ってほしいな で,できればガスリーに3位と123をホンダエンジンで独占してほしいなというのは希望です。はいということで、えーまあ、ちょっと今日はねあの本当にいいレースができてたのでねあのすごく Honda 角田君も明日もうねやっぱりこれなんですよ。 ベスト10からスタートしてで角田選手の走りで、えー、やっぱりレースで順位を上げて、えーね、で上位のポイントを取るというのを、えー、これをいつもねこういうスタート、まあ、8位とか9位とか10位でもいいんです。 まずはまだまだねまだこういうふうに、えー、Q3 というとこまで行って10位以内でスタートするそれで、えー、優勝を優勝を目指してほしいんですけど今は、えー、とりあえずまずはえー、ね、えー、前ポイントを取った q ととかかね7位とか、えー、そういうポイントを絶えずコンスタントに取れるようにするとか、えー、そこから6位5位4位で表彰台というふうに、えー、これをね、えー、続けていってほしいなというのが僕の希望です。はいえー、明日でもね本当にポイント獲得 えー、角田君頑張れということで、えー、今日はちょっとちょっと長めになりましたが明日の決勝楽しみです。ではありがとうございました。